ペーシストラトスペーシストラトスは古代アテナイの貴族で選手。七賢人の一人、ソロンの友人であったが、政治思想では対立し、彼を亡命に追いやった。父ヒポクラテスは、オリンピアで犠牲を捧げる際に、一人でに釜の水が煮え立ち、ラケダイモンの哲学者キロンによって、再退しないか、子があれば、これを離縁するよう予言されている。彼は、この勧告に従わず、 ペーシストラトスが生まれた。ペーシストラトスは、スニウン岬を拠点に、アルクメオン家をいただく、アッティカ南部の商人一派と、アッティカ西南部を拠点とする地主の一派に対して、農夫などの無産者階級を主体とする高知党を結成した。自らを傷つけて、これを性的による損害と語り、国民に護衛部隊を要求し、これを使ってアクロポリスを占拠した。 この独裁政権は海岸党と平野党による追放によってすぐに和解したが、両党の抗争を収集すべく、アルクメオン家のメガクレスは独裁権を与える名目でペーシストラトスを呼び戻した。しかし、メガクレスによって再び追放されたため、紀元前561年、彼は定媒からの義援金とアルゴスの傭兵、ナクソスの軍資金と兵隊を得てエレトリアを出立し、 マラトンに上陸アテナイ軍と対峙した。ペイシストラトスは昼食時を狙ってこれを壊滅しアテナイの実験を掌握した。またこの時にマケドニアから多くの甲府を連れてきて当時その存在は知られながらアテナイの技術力では採掘が困難であったラウレイオン銀山の採掘を行った。このため伝承ではアテナイで最初に貨幣を鋳造したのは ソロンであるとされているものの、実際に貨幣を鋳造したのはペーシストラトスが最初ではないかと見る説もある。ソロンはペーシストラトスの選手政治を嫌ってエジプト、ついでキュプロスに亡命し、最終的にリュディアをクロイソスを頼って独裁政治を許したアテナイ市民を非難したが、ペーシストラトスは書状を送ってソロンの帰国を促した。 ペーシストラトスは強力な護衛部隊を設立し、貴族を弾圧し、自らの勢力基盤であった、小農民や、商工業者を保護した。この独裁政権は、息子のヒッピアスに継承されたが、スパルタをクレオメネス一世と手を結んだ、アルクメオン家の人々によって追放された。ペーシストラトスの政権は、独裁政治ではあったが、小規模自作農や、商工業者の生活や、 生産活動が良好なレベルで安定した時代であり、アリストテレスは、ベーシストラトス時代こそ、アテナイの前世時代である、と主張している。異性ヒポクラテスとは別人、ありがとうございます。